の責任を取れ、安田さんを苦しめるな、賃金カットを許さないぞ、協定解約を許さないぞ、東武ローソンは戦うぞ。私は2005年10月27日に仕事中ローラーに挟まれて左手の親指と人差し指と中指3本を失ってしまいました。皮膚もなくしたためお腹を切ってそこに指を入れてお腹の皮膚を移植しました。3週間お腹に入れて出てきた私の指は親指とくっついた人差し指と中指、あと薬指と小指の4本に分かれた形になっていました。今度は指の裏の皮膚をつけなければいけないので足から皮膚を取って指の裏に移植する手術を受けました。今度は指の痛みと皮膚を取った足の痛みとの戦いでした。指を入れるために切ったお腹の傷がケロイド状態になって傷跡がひどかったのでそれをきれいにする手術を受けたのですが、その手術の傷跡はジグザグ図になっていて雷みたいになっていました。きれいにするための手術の結果がこんな傷跡になってしまって私はもう手術を受けるのが怖くなってしまいました。自分が納得できない手術だったのです。でもくっついている人差し指と中指だけはどうしても分けてもらいたかったので先生に泣きながらお願いしました。傷跡を見て大変だったね、痛かったでしょうと言って一緒に泣いてくれました。そしてくっついた人差し指と中指を見て分けてあげましょうと言ってくれました。そしてお腹の傷跡もきれいにしてあげましょうと言ってくれました。私は先生が神様に見えました。そして思い切ってこの先生に手術をお願いしようかと決心しました。そして3回の手術を経て今の指、そうです、5本に分かれた指になったのです。そしてお腹の傷跡もきれいにしてもらいました。私はこの手術をしてくださった先生たちに出会わなかったら今頃この世にはいなかったでしょう。亡くなった指は戻らないけれど5本に分かれた指を見てそして綺麗になったお腹の傷を見て私は嬉しくて泣きました。計8回の手術を経てやっと今の手になれたのです。鬱になって死にたくなった時期もありましたが手術の痛みや辛さが私を強くしてくれたとも思います。そして私は今鬱も克服し会社に損害賠償を求めて頑張っています。今日はありがとうございました。